はい今回はダウンタウン松本人氏と浜田雅俊がいかにクズかと嫌いという声について考えてお伝えしていきます今回もよろしくお願いいたしますまあ、最初にお伝えしますがもしですねこのダウンタウンのファンの方がいたらああまあ申し訳ないですということでこの松本人氏の件がですねまあ、炎上しているのでまあ、そちらをちょっと調べていたらまあ関心深いことがありましたので今回はそちらの件をですね まま調べてて思思ったこここととといいいいううでおお話ししししすす今回もよろしくお願いいたしますダウンタウンって聞くとですね、まあ、有名でお笑い芸人とかって思うかもしれませんがお笑い芸人という側面が一つあるんですがもう一つあるんですよ、えー、まあ御用芸人ですね御用学者みたいな感じで御用芸人っていう、まあ、そういった側面を担っているでまあさりげなくまあその政治の方に誘導する、まあ、そういった疑惑がある。 えー、まあこの者たちですで、えー、意外にですね、まあ、ちょっと今回調べていて、まあ、僕関心深いなと思ったんですけど僕は別にそんなダウンタウンが好きなわけでもないし別に嫌い、うん、まあ別に何とも思わないし、まあ、見ないっていう感じなんですが、まあ、好きか嫌いかっていうとどちらかというと嫌いですけどなんかねちょっと嫌な感じだなと思うところがあるんですけど。 まあ、そういいったことをあの投稿してるる人たちが結構いるんで,すよでそのそこにですね、まあ、なぜ嫌いなのかなぜね応援しないのかっていう話なんですが、えー、面白くない芸がないっていうことで、まあ、面白い面白くないとかっていうのは、まあ、人それぞれかなとかって思うんですがその中で、えー、あることがあったんですがあ頭を叩くことが、まあ、あ不快不愉快であるって、うん、確かにこれはありますね。これっていうのはあのは子供の えね教育上良くないっていうこともあります。で、えー、そちらに関しては諸説いろいろあるんですが、えー、まあテレビの中でのゲーなんじゃないかっていうんですが別にゲーでもね、えー、いいものではないですから。で、えー、まあそちらに関してもいろいろありまして調べていたらこのようなことがわかったんですね。浜田雅俊がよく頭を叩きますが浜田雅俊っていうのはねそのテレビの番組が始まる前に。 その相手の楽屋に行って、えーまあいさをきちんとするとで終わった後も挨拶をするとだからその頭を叩くのも芸ですよっていうまあ、ことを言ってるんでしょうけれど、うん、まあの見てる人からしたら不,不快不愉快であると、まあ、僕はもう全然見ないんでね、えーまあ、正直まあ不快だと思いますけどそこまでまあ思わないっていう感じではあるんですよただねこういうの調べるとそう思うっていうことで。で それに関してもいろんな意見がありましてえ実はですねその目上とか先輩の、まあ、芸人に関してはあの浜田雅俊ってはそういったね、えー、まあきちんとねテレビの前後で挨拶をするかもしれませんが果たして後輩の芸人にはそこまでしてるのかっていうのはわからないしてない可能性っていうのもあるわけですよで、えー、実際一定数の方がですねこの浜田雅俊のこの叩きに関して 不快であるると思っているそしてさらにここから問題が発展していくんですが子どものですねいい、e、丸目につながっていく原因とも取れるんですね実際に子どもがこのダウンタウンのこれを見て真似してですね、えー、まあっていうそういった意見が多数あったので子どもの教育上良くないじゃないですかでおそらくですがこれってこのダウンタウンの芸風っていうのはアメリカの 3S 政策っていうのに引っかかってると思うんですねススポーーツスクリーン せっていう,、ねえー、いうのでこのスクリーンっていう、まあ、あテレビですねテレビを通して日本国民を白地化するっていうね、えー、もう何も考えないような状態に持っていくっていう、まあ、そのテレビの背後マスコミの背後には宗主国がおりますから米がねでそういったものの可能性があると。で今回のですね注目である松本人志なんですがここからが結構面白いんですよ。僕あの前松本人志についてお伝えしたんですが 今回のこのこ松本人志の件っていうのは維新の会とか自民党のそのマイナスになることを交わすためである可能性があるということをお話しさせていただいてで今回も当然その考えというのは変わらないんですが、えー、まあ、どういうことかというとですねおそらくこの松本人志に詳しい方が投稿している内容がありましてこれが結構ね本当にとてもまあ面白いっていうかねかなってまあ、そうだなと納得するかなっていうまあそういったことです。で 松本っっっててていいいうのはいつからかから変わわたんんじゃな言れるで、すよでこれに関しては僕は正直わからないです。まあ、リスナー様でわかる方がいらっしゃるかもしれないんですが、えー、いつからか松本人志っていうのは変わったんじゃないかっていうことなんですね。で、もしも変わったっていうことであれば、安倍晋三でしょうね。安倍晋三のまあ政権御用側に回った 時に変わったのかなあるいはその権力側に、ね、取り込まれてったのかなとかっていうのは思いますだけどそれっていうのはちょっと僕にはわからないでただそれについての言及する内容があったんですね、うん、でこういった今から話す話っていうのが完全にこの御用芸人であるまあそういったことを感じる内容ですでまず何かっていうとですね松本人志っていうのは見た目が変わったんですよ 前は違いましたがある時から金髪でですね体をムキムキに鍛えるようになりましたと、うん、昔とは全然あの考え方が変わったっていうことをえ後輩芸人が言ってるんですね松本さん昔とはま真,真逆なことをしてるっていうこと言って 昔の松本人志はこのように言ってたらしいんですよ。芸人が体を鍛えてどうするのかとかね。映画は撮らないとか、あできちゃった結婚はしないとかっていうんですが、すべてその松本は逆を言ってるってことですね。体鍛えてるじゃないですか。すごい筋肉ですよね。よくわからないけどで。映画も撮ってるし、できちゃった結婚なのかな結婚して娘いますよね。うん。だからあ、そういったことが出る。で、これはおそらくテレビの関係者の発言なんですが、まあまあまあ、あここら辺からもうね、えー、もう変わってしまったと。 もともとどうだったかっていうのが分からないけれど、まあ、明らかに変わっただろうなっていうことで松本人志はこのようなことを前以前に言っていたらしいんですよ。お笑い一本で自分はやっていきたいと、えーねえー、それは勇気と自信がいるものだけれども自分はお笑い一本でやっていきたいんだ。 あっていうことを松本は言っていた。昔ね、どうだかわかりませんが、昔はそういうことを言っていたんですが、突然ですね、ある時から、このワイドナショーとかっていうね、そのコメンテーター的なポジションに入りましたよね。うん、何やってんのって話じゃないですか。で、完全に今度、政治側に回ったんですが、2025年の大阪万博のアンバサダーを松本はやっている。 でこれも少し前に話題になっておりましたがあ、共謀罪に賛成してね、多少の冤罪は仕方がないとかって言い出して、だ完全にもうこの政治の色が入,入っているわけですよ、えー、安倍応援団化してです、ね、おそらくそういったことが注目される、安倍応援団になればです、ね、テレビに出る機会も増えますから、安倍晋三がです、ね、裏でマスコミをコントロールしてますから、宗、え、主、ー、国、米の言われるがまま、あるいは安倍の言われるがままで、 テレビ等にも出れるあるいはですね松本人志が、まあ、何かしらあ恩恵を得られるそういったことなんじゃないかと、まあ、そういったあことが考えられるとでこのテレビの関係者は言うには昔の松本と松本人志はあまるっきり変わってしまったと、うん、っていうことを言ってるんですね。で、えー、この何でいつから変わったかわからないのかっていうのを僕がお話ししてる理由があるんですが。 もともと吉本興業っていうのは政権によってる組織なんですよ。まあこれっていうのはその芸能界の成り立ちをご存知の方はね、多くいらっしゃるかと思いますが、吉本興業っていうのは昔から黒い噂がありまして、893とかのつながりとかね、うん、本当かわからないですが、僕は本当だと思っています。そういった興業ですね、えーそ、そういった興業とかそういったものにはそういったものが関係してるんですよ、裏側でね。うん。っていうことがあるし、実際この一つの例として、 えー、阪神タイガースがオリックスに吸収されてオリックスタイガースになったっていうそこにです、ね、吉本興業がメインスポーサーンスポーサーに入ってるっていうことで。 こういったところも政治の何かが関係しているんじゃないかと、まあ、そういったことが考えられると、だ常に、えー、こういった政治的な側面があって、うん、大衆に語りかける、えー、そういった役割を松本人志は担っているっていう、まあ、そういった話を、まあ、いろんなところで、まあ、出ていて、まも、あ、しいなと思いましたので、それを、まあ、僕なりに、えー、お伝えしてみました。で今でどううなってんのかっていうとさっきあの 安倍晋三のですね、清和会に、うん、政治の裏金の疑惑で追及が入ってます、あとですね、維新の会の大阪万博が全然うまくいってないということで、当然こういう場面には御用,御用学者ならぬ御用芸人の出番なわけですね。 松本人志と,と浜田雅俊は御用芸人ですから吉本の後ろにねそういったものがりおり伝丸がおりだからこういったもの出てきたんじゃないかとだから別に僕はあの松本も浜田もね、えー、好きじゃないですしまあ別にどちらかというと嫌いですけど、まあ、正直別にどっちでもないっちゃどっちでもないんですがこ,これらの人間ってのは仕事を選べないんですよ結論から言って背後で決まってるんで自分が選んでるように見,見えるのかもしれませんがそうではない。 あの完全に後ろのそのねでマルとかっていう広告代理店とかましてや政治的な意図があるっていうことで。 芸能界の仕事っていうのは何かというとスポンサーあってのことなんですね、テレビもそうですが、だからそのスポンサーの意向に逆らうことはできないんですよ、でそのスポンサーの中心にいるのは広告代理店のデ m a とか、そういったところですから、そこから流れてくる仕事に関してはあ断ることはできない、つまり今回の松本人志の騒動っていうのも、ねあの、以前にもお話しいたしましたが、自民党の不祥事隠し、あるいはですね、維新の会の大阪万博のマイナス隠しである可能性が非常に高いっていうの、まあこういったところからも考えられる話なんですよ。 だから維新の会、えー、自民党吉本興業の背後にはそのデンマルっていう広告代理店とか総主国とかっていうのがまあいると、まあ、そういった話です。で、えー、これっていうのはもう結構ですねちょっと今回の話とは別なんですが今回の話に。 えー、まあ,あなんていうのかな常時てって言っていいのかわかりませんが常時て、えー、掘り返されていることっていうことで本当にですねちょっと松本人氏ってだいぶクズだなと思う話があるんですよ今回のことじゃないです今回のこともでも多分やったんじゃないかなと思うけれどそれってのはわからないっていうことなんですが松本人氏がですね数年前に自分でこんなことを言ったんですよでその松本人氏の発言ということでそれが再びですね掘り起こされておりそれがクズすぎるっていうことなんでえー、ちょっとそのクズ ずすぎる発言についてね、えー、考えていこうと思うんですが松本ひろしはこんなことを言ってるんですね自分が若い頃女性遊びをしていたそ,その人に限って、えー、自分に娘ができたらあ自分の娘は大事にするとかって言うんですが松本ひろしはそうではないって言うんですよ自分が娘ができてもまあその男性に丸々されても仕方がないと自分もやってきたことだからって認めてんじゃねえかって話なわけですよ。 どうかしてますよね、この発言この発言って別に僕は勝手に思いついて適当に言ってるわけじゃないですよ。こういったものが SNS で出回ってたんですよ。で何人もそういったことに関していろんな意見があったんでその中から僕は思ったことを、えー、お話ししてるわけですよ。松本人志っていうのは自分が女性に対してねまる、えー、をしていたんで自分の娘が男性にまるされても仕方がない自分もやってきたことだからってどうかしてますよ。 というかこういう人間を数年前からこういうことが分かっていてテレビに出すこと自体どうかしてるわ本当にあのだからこれもそこで出ていたんですがテレビに出してはいけない人間っていうことですよねうんだからその今回の件っていうのは何でしたっけそのそれが起きてから数年とかでね、えー、今回の件は無効時効なのかとかっていうかもしれませんが そうじゃないじゃないですかこういうことを言ってる人間がテレビに出て好きだって言ってるっていうことはおかしいわけですよでさらにここから話がまた広がっていってですね松本人志ってまあそのそういった女性に関して、えー、ねそういうことを言う人間が n m k のね、えー、そういった番組の司会に出ているって マスコミの腐敗ぶりがもう明らかですよ。裏で全部つながってるんですよ。この者たちにこういったことを言わせようと。だから、例えば松本人志がですね、何か面白いことを言う。浜田正俊っていうのは言うのかどうか知りませんけど、松本人志が何か面白いことを言う。うん、自分で言ってるわけじゃないですよ。裏側にそういったものを誘導する意図があって、それに、それが働いてるんですよ。それに沿って、だ例えば何かの話であれば、ねえ、先ほどの共謀罪の話であれば、あの共謀罪にね、まあ、賛成する立場を取る。あるいはですね、 えー、少し前ですが安保の話であれば安保に賛成する立場を取るそれが憲法違反であろうがなかろうがそういうことではなく明らかにおかしいとあってもその後ろの意向に沿って言っているっていうまあ本当にどうしようもないと思いますねだから吉本っていうまあお笑いのところの業界の上の方にいるものっていうのは後ろで政治がつながってるわけですよ。で それが今回の件の松本人志が、ねえー、大阪万博のアンバサダーについて、えー、維新の会の吉村とかそういったのとべったりしてるっていうのもそうじゃないですかで、えー、松本人志っていうのは分かってますが安倍晋三とですねよく食事をする、えーまあ、そういったような関係であることが分かってるんですよ松本人志を軸に安倍晋三あるいはですね維新の会、えー、そういったところとつながりを持っているとで、えー、松本人志はですね、えー あの森友学園、家計学園のその家計学園の件についても言及したことがあってちょっと脇見打って、えー、してたかしてない程度の話じゃないかとかそんなことを言ってみたり完全にだから安倍応援団ってことですね、安倍応援団ふざけてますから本当に。 うん、でこの今回の件もそうですしその以前からその女性に対して、えー、こう見下すようなその物言いをしてるっていうので、えー、こういった人間テレビに出てきてはいけないんじゃないかと僕は思うんですけどねっていうかそう思ってる方が結構実はいらっしゃったっていうことをわ、えー、かりまして僕はあのテレビ見ませんのでほとんどわからないんですけど、まあ、今回の件がちょっと気になったんでいろいろ調べてたんですよ。で、えー 例えばですね、まあそういうことを言う方はいないいないと思いますが、何を言っても自由じゃないかっていうかもしれませんが、松本人朗の発言というのは表現の自由を超えてます。明らかにえ大多数の方に有害であることを発しています。先ほどの女性のことに関してそうですね。自分が若い頃にそのね女性に対してまるまるしていたんだから、自分の娘がまるまるされても仕方がないってどうかしてるじゃないですか。 でこれをどうかしてると思わなくなってしまったら、これ完全にもう日本国民が 3S 政策でえ、もうね、思考力失ってるんですよ。でそういったことも、えー、考えられる話かなと思いました。まあ、今回の騒、ね、動で、まあ、僕は願っても無理かもしれないですけど、まあ、ダウンタウンね、松本人志も、浜田雅俊もそうですね、あと自民党、維新の会、吉本興業、ね、大阪万博、デンマルという広告代理店とか、全部ね、消えてくんないかなって思いますね。 全くマイナスでしかないでしょ。僕たち、日本国民にとってマイナスでしかないんですよ。うん。 別にあの他に有益なものっていうのはいくらでもありますから、うん、でこういったものに踊らされてもいけないと思いますし、このダウンタウンについてですね、いろいろマイナスなことが出てるんで、い、ま、ろ、あ、んなことが言われており、まあ、ちょっと調べてて気になることについて今回はお伝えさせていただきました。共感していただける部分があれば何よりですということで、今回はここで終わります。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。失礼いたします。